長岡秀人は、日本の政治家。元島根県出雲市長、元平田市長。島根県出雲市出身。岡山大学法文学部法律学科卒業。1975年4月、法務省法務教官となる。1977年9月、平田市役所に入庁。1999年7月、平田市条役に就任。2003年、 平田市長の大谷鶴穂が島根県知事選挙に出馬するため辞職。これに伴って行われた平田市長選挙に出馬し、無投票で初当選した。2005年3月22日、平田市は旧出雲市、佐田町、滝町、古良町、大社町と合併し、廃止となる。申請の出雲市が発足。 同日から4月の出雲市長選挙で、西尾正宏が無投票当選するまでの間、出雲市長職務執行者を務める。同年5月、出雲市条約に就任。2007年4月、出雲市副市長に就任。2009年4月12日に行われた、出雲市長選挙に出馬。現職の西尾正宏、地元有観市役員の菊池啓介らに候補を破り、初当選した。 投票率は78.56%だった。2013年、無投票で再選。2017年、参戦。2021年の市長選には出馬せず、出雲市長を3期12年で優待。ありがとうございます。